はい、おはようございます。SPK です。2022年5月の15日、日曜日ですね。今日も志賀高原、横手山、渋峠来てます。で、早朝営業が横手山やらないとのことなんで、渋峠からやってます。渋峠が滑り始めてます。イエーイ。っていう感じで、なんかカムさんがご入場なさったんで、まあ、その撮影してきます。頑張れ。ミーヤさん、ミーヤさん。はい。なぜ中間で降りなかったんですか？だって怖いから。降りれないから。どうも、中間降り場のシャドウが怖い。です。はい、そういうことですか。まあでも、他にも似たような方がいっぱいいらっしゃるみたいなので、そうです。まあ、そういう感じですね。まあ、中間降り場のところはね、ちょっとあの雪付きがね、悪いっていう部分はあるんで、まあ、それの保護も兼ねて、あと板もね、保護兼ねて、そういうのもあるかと思いますね。はい、じゃあ行きましょう。
感じで、はい、ただいまの時間朝8時10分ぐらい、横手山側の早朝営業始まる前なんですけど、まあ、これからね、この昨日散々だった状況の横手山の状況をチェックしていこうと思います。見た感じ昨日と違って雪ひどいから大丈夫と思うんだけどね、まあ昨日のあの状態がどこまで良くなったかチェック。ここら辺は昨日も悪くなかったんだけど、1メーターかけるぐらいあるぐらい、うん、あと結構安定したくない。あらら、穴っぽく開いてる。これ危険が危ないんで気をつけてくださいね。まあでもこの穴っぽくのところ見てやっぱ1メーター弱ぐらい深さあるんで、はい、まああのそんな感じのこんな感じです。ちょっと危ないですね、マジ気をつけてくださいね。パトロールの方に後で行ったかなきゃ。ここら辺昨日ひどかったですよね。でもまあここまで復旧してますと。ここも穴っぽくあったな。非常に綺麗になってますね。はい、5月14日公開したあの動画のサムネイルの撮影ポイントはここなんですけど、やっぱここは苦しいみたいですね。かなり土巻き込んじゃってるんで、あのちゃっちゃのちゃっちゃです。あのでここ日当たりがね、ここまでのキングコースの中では一番いいせいか、雪もやっぱちょっとねぐずり始めてますね。ここがね、あの今日のちょっとなんかちょっと見た目残念ポイントになるかなーってところですね。崩れてるところは、これは下穴っぽくじゃなくて崩れて詰まってますね、うん、まあただ板とか下くらいに気をつけましょう。はい、まあ、ここまでが抹茶茶ゾーンですね。まあ、去年とかもそうだったんですけど、やっぱここまでのラインがどうしても繋がらずに土が出たり地面が出たり石が出たりして、苦労するようです。びっくりされるかもしれないけど、横手山ね、ここ第二ゲレンデは人工雪ないんでね、人工雪のスキー場じゃないんでね。なので、天然雪様様を一生懸命一個一個して維持してるスキー場なんですね。すごい、今日のこのなんか静粛な感じが、ね、うん、なんとも言えないね、物寂しな感じがある。はい。まあ、とりあえず、もうちょっと行ってきましょう。はい。まあ、ずっとね、レポートとかで喋ってこなかったんですけど、ここ、第二ゲレンデ、メインのところです。もうだいぶね、左側に雪して、本当この週末土日だけなんとか持たせるようにしたという感じに、ね、なってますね。まあ、来てるとここ高さあるんで、まあ1メートルぐらい積み上げてあるんですけどね。やっぱ、ああいうね、薄いところもあるんで、ちょっと厳しいかと思います。まあこれも寄せやすいとかこうなってるだけで、実際ね、もう広げたままだったら、今日まともに営業できなかったんじゃないかなと思いますね。まあだからそこら辺はね、横手山さんの判断ギュッとですよ。この誰も滑ってないところを滑るっていう、なんか、うん、いや本当もね物寂しい。
シーズンのね3月ぐらいとね、ここの1年ぐらいから撮影したんですけど、だん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 撮影場所が降りてってとうとうここまで来てるんですね。じゃあちょっとゆっくり、はい、この辺からね広がってます。まあここら辺のねやり方もね例年通りの感じですね。で、ここがいいとこはね、ここ高速からね雪かき出せるんですよね。まあそれもあってちょっとここ援軍があって比較的持ってることが多いかなと思います。あそこの中は掘り出してないかなと思います。誤差は3分の1ぐらいかな。まあまあもう言うことないから十分です。という感じが今日の横ちゃんの第二ゲレンデの様子ですね。まあ昨日のあの状態から見てすごくね改善されましたよね。だってか昨日がねやばかったからね、本当あの状態からやっぱここまで持ってってくれたっていうのは本当ね横手山のもう整備スタッフ様々でございますね。まあ参考には今シーズンも参考にはないかもしれないけど、一応リスト待ち、リスト券購入待ちはこのぐらい並べです。まあ10人ぐらいかな、そんな感じで、ね、並びがいます。と第一ゲレンデを頑張ってできるだけつなげたというふうに言ったんで、ちょっとねチェックしていこうと思います。いや絶対つながらない無理だと思ったけど、ね、この注意は、はい、第4ゲレンデはポール専用ですって言わないかな、うん、朝6時から8時のポールトレーニング中はうんぬんかんぬんって言ってますね。はい、まあ、ポールの方はどうでもいいので第1ゲレンデの方見ていきましょう。まあ、ポールはね、ちょっと買ってありますね。じゃあ、ここから、はい、ニューヨークさんの前通って、もうここ、圧雪する位置はね、ない。もう、ガタガタだけど、とにかく雪持ってきましたという状態です。はい、昨日も収めた山本とかで。じゃあ、ちょっとここから、行きますよ。はい、ここですね。ここのところはね雪が豊富でね、というのも一つがまずここに固定式の新設のね降雪機がね設置されました。はい、シーズン頭の動画でも紹介したんですけど、ここにあるので、まあこの子が雪ばらまいてくれるので安定するというのと、あともう一つ先週のねプリノート試乗会ね、明日した試乗会のところで紹介したゲレンデがここです。そこでやってました。あそこの雪はまあイベントだったらもう用なしなんで、そこに積んであった山とか雪を持ってこれるっていうので、まあここのところ今ここの真っ直ぐだいぶね積んでありますね、うん、だからまあこの週末に向けてこっから切り崩して向こうとかそっちに運び出して、向こうとかそっちに運び出して、こっから切り崩して向こうとかあっちに運び出して、なんとかかんとか繋いだという感じなんでしょう。はい、ただやっぱ距離が離れてるんで離れれば離れるほどちょっとね、位置は難しかったという感じに見えます。とりあえず降りてください。あ、でもここは圧雪きれいだよ。ここまでだけね。で、はい、という感じで今日のゲレレポを終わろうと思います。あかりさんからの
第2ゲレンデからの最終撮影日ですよね今日は、うん、でシャトルバスこの往復するまでの間に喋ってきます、はい、そうそう、今日早朝やってたんで、まあこうやってゲレンデ繋がってないながらも早朝券買った人はね、シャトルバスで輸送して朝食を食べれました。はい、私みたいに第一ゲレンデを滑るようなねクレイジーな人はね、そうすいません。うん、で第一ゲレンデ滑ってる時に喋ってて思ったんです。渋峠側のね雪出し、実はまだ結構できそうな雰囲気だったんですけど、そこら辺はね雪出しどっか出してとかって皆さん知らないですよね、見たことないですよね。なのでちょっとねそこら辺をねご紹介していこうと思います。うん、まあそれはねまた次回の動画ですけどね、お楽しみにしてください。というわけで今日の動画はこれで終わります。もしこの動画が面白かったら参考になったらグッドボタン、チャンネル登録、その他もろもろよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でシャットバッチしてたちね。じゃあね、バイバイ。